ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。本日は白石の飲食店を紹介します。今度も白石市なんだぜ。そ、もうこのパターンしかウプ主は考えていないんだぜ。蕎麦が食べたーい。そうだね、蕎麦を食べるんだぜ。こうなったら、あの店に行くしかないのよ。ついていくんだぜ。ゆっくり地元の飲食店紹介。本日紹介するのは、坂東太郎白井店です。昔いろいろあって各個ここはウプ主の影響って飲食店の集合体です。周りには、飲食店一つは、ぼったくり店のとりあえず五兵衛は潰れている、の集まりです。とりあえず五兵衛は、本当にゴミ飲食店だぜ。子供料金でも、詐欺でぼったくる。おっと、もうそんなゴミ飲食店は白石では潰れたからどうでもいいんです。そうでした、この飲食スペースで初めて潰れて、てんてけてんて居酒屋になっているんだぜ。その話は別にそのうちします。そうだった、坂東太郎の紹介でした。ファミリーレストランってことなんだぜ。少しお高い、お店です。まあ、昼ランチを500円以下で過ごすウプ主には縁がないお店なんだぜ。平日の昼に来店しましたが、6割ほど老人ばかりで、席が埋まっていたので、コロナの影響は控えめです。本当に、政府の無能な政策はびっくりなんだぜ。飲食店潰すのが目的なのかな？ウプ主には珍しく3人で来店です。店内はテーブル席のみです。2人席と4人席があるんだぜ。座席には、使いづらいナプキンと、醤油、唐辛子、爪楊枝、予備輪、なんかブラックな感じのありがとうカードがあります。これは、ウプ主はスルーするんだぜ。1045円から1529円のランチメニューになります。ウプ主は、天丼ランチセット冷たいそばを注文だぜ。注文してからしばしば。この間、お茶すら出ない。一人が注文したビールすら、来ない。一気にダメな店の空気が伝わるんだぜ。11時53分31秒から12時12分21秒の、18分50秒でようやく料理が来ました。こういった、ファミリーレストランって明らかに客を見下してるのがわかります。なんで、こんなに料理出るのが遅いの？この店が続いてるのがよくわからないレベルなんだぜ。はい。料理はこれ。天丼ランチカッコ冷たいそば、1386円。その他、カツ丼ランチカッコ温かいうどん1353円。レディースランチ1353円。それではいただきます。むしゃむしゃカッコ手抜き。ごちそうさまです。料金通りの食べ物でした。うん、こんなもんでしょ、チェーン店では。まずいわけではないけど、この料金なら他の店でもいいなって感じだぜ。このような、小綺麗なチェーン店は、なんか普通の料理で、他店より 1.5 倍高い料金だから好きになれないです。場所代ってことで、高い料金なんだろうぜ。時間つぶしで、行くなら良いのではないでしょうか。かっこ席にコンセントないけどね。営業時間は、11時00分から22時00分年中無休。ホームページも概要欄に載せてるけど、弁当始めてるけど、買うかどうかは個人次第だぜ。特に言うことないです。それでは、アリーデベルチ。